あの刀なしでは生きられないは北朝鮮の楽曲である。作詞はチャホグン、作曲はキムールジョン、キムジョンウンを称える歌として知られる。2013年12月21日、北朝鮮の機関誌である労働新聞にキムジョンウンが笑顔を称える肖像とともに楽譜と歌詞が発表された。楽譜には心を込めて歌うよう記されており、特に女性は 序章的に高音で歌うことが求められた。北朝鮮のテレビラジオでは、航空国家合唱団の演奏で、ボタンミネ楽団の歌手、リュジナの独唱による楽曲が放送されている。労働新聞による翌12月22日の報道では、この曲において、何万人もの軍民が敬愛する元首は、天の中心をなすとされた。万寿大芸術団の超はじめ竜は、歌詞は、 非常に優秀であるが、戦立も素晴らしいものであり、無限の魅力と信頼、そして喜びと美しい未来に対する信念に至ると、この曲を絶賛している。他にも多くの上流層が賞賛しており、北朝鮮国内で数多く歌唱練習がなされた。一方で、隣国の中国では、歌詞の一部が中国語の空耳に聞こえることもあり、ある種ネタとしての扱いを受けることが多い。 なお、世界朝鮮研究センター長である安三一は、朝鮮宅の処刑を受けて揺らいだ、北朝鮮国民に、再び忠誠を誓わせるために行われた、金による、可用政治であると指摘している。ありがとうございます。